<laughs> あれ見ないちゃん素敵だなと思って写真って撮っておくとねすごく振り返った時に <laughs> <あっ S 1> 素敵なねこんな青春いいなと思ってもっと楽しんでおけばよかったなと思ってこれから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと主演はもちろん君で僕は助演で監督で今目を細めて走る 五本目の特別映像をご覧いただきました皆さんのね、青春が詰まってる浜辺さんいかがでしたあ,<ら> <laughs> あれ、美濃ちゃん美 <laughs> 希さん、はい、めっちゃなんか素敵だなと思ってあらいやなんか私、中学校の写真がなくて、うん、やっぱり写真って撮っておくとね、すごく振り返った時に <laughs> あ、嬉しい、なんか <laughs> 素敵なね、こんな青春、いいなと思ってもっと楽しんでおけばよかったなと思って <laughs> 本当に、皆さんの今の瞬間が三、うん、木監督、映ってますね。はい、えっと、本当にこういろんなことがあって、無事に公開できることが、本当に何よりほっとしていて、幸せなことだなと感じています。この作品は、こんな時期だからこそ、この高校生、学生さん、そしてあのいろんな方に届けたい作品になっているかなと思います。えー、今 いいろんんななこととをみんなで一緒にするというのはちょっと難しい時期ではあると思うのですがこの映画を見て4人の思いだったり青春に共感してそれを共有してもっとさらにみんなの見ていただいた方の絆が深まるようなそんな思い出のある作品になれたらいいなと思います4人の物語ですので何度見てもなんか新しい発見がある作品になるかなと思います これからも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日はありがとうございました。えー、本日は本当にありがとうございます。今今まさにそのミヒさんの映像の中に描かれていた本当にリアルな青春ってものが今現状、えー、この時期でなかなか味わいづらい特に高校3年生、中学3年生、小学6年生の皆さんだったりとか、なんか なんだろうもっと大事にできた時間あったのにって後悔しないような夏をですねぜひともこの映画でなんか感じてほしいし今後ともですねこの映画盛り上がってみんなでみんなのこの夏の心にとどまる映画になればいいなと思います。